ほんと情けねえ。で、私ここに。この人気持ち悪い。水早い。私を助けに。ねえ、冗談やめてよ。起きてってばねえ。誰か。確か胸の中心を連続で。どういうつもり。私のことは好きに使ってって言ったはずよ。本当に彼女でもないのにこんなことするなんて、本当にバカじゃないの。レンタル彼女なってるでしょ。おい大変だ。和也が千鶴さん助けに海に飛び込んだって。やばい、意識が遠い。俺死んだのか。ごめんなばあちゃん、最後までいい人連れていけなくて。ごめんな水原、自分のケツも拭けなくて。はあ、ほんと情けねえ。水原、今ごめん。助けてもらって本当ごめん。いや、俺の方こそ。おい宇田さん、こっちだ。その後俺たちは海上保安庁の方々にこっぴどく叱られつつも無事港に帰還。みんなに事のあらましを説明し、簡単な検査をするため病院に行くことになった。水原、ありがとう。あそこまでして助けてくれて。当然でしょ、彼女なんだから。そうだよな、水原はレンカノで大人の女、人工呼吸のキスくらい大したことじゃねえか。
われても仕方ねえよな。和也、倦怠期の話はなごみさんには黙っておくから、これからも千鶴さんと仲良くやってくれ。あ、いや、別れるって話はまだ生きてて。お前まだんなこと。お前が思ってるよりこの問題は複雑なんだよ。何相手のために命を懸けたんだ。これが好きじゃなかったら何が好きなんだよ。ま、一生分の精神にかけてつなぎ止めろ。下品な野郎と。いや、そんなわけない。水原千鶴はレンタル彼女。今回の一件だってその場しのぎとはいえ仕事の一環。第一、水原はそんな気持ち微塵も微塵も。あの人工呼吸だって客を守っただけ。そりゃ分かってる。水原は美人だしスタイル抜群で、スイッチ王のあいつを見て好きにならないやつなんていない。和也君とでよかった。でもそれがあいつの仕事なんだ。またね和也君。自分ウサギかよって思ったらまた呼んで。そんなやつにガチ恋なんて、ガチ恋なんて。毎週水曜日1時間だけならレンタルされてあげる。私の和也さんを悪く言わないでください。ガチ恋なんて。私でよければ相手するから。和也さんの彼女の水原千鶴です。バカみてえじゃねえか。助けてもらって本当ごめん。当然でしょ、彼女なんだから。でもその時確かに気づいてしまったんだ。思いだけは特に返却不可なんだと。ちょっと君、ちゃんと前見て。変態。何なんだよあの子。あんまり出ると思うの？この君に対してね、確かに。ちずる？どうした？どうした？うん、なんでもない。ねえ。ちょっとどういうつもり？水原、大学でじっと見つめるなんてどういう神経してんの？ごめん。え？ごめん。何よ急に素直になっちゃって。いつもならそっちこそ目の前うろうろすんじゃねえとか屁理屈ばっかり並べるくせに。ごめんって。まあいいわ。とにかくこれを機にこのダラダラした関係はやめるの。私も週末にはおばあちゃんに別れたって言うつもりだし、あなたもそうして。あとずっと言おうと思ってたけど、その T シャツ変よ。なんだよこれ。今まであいつと話してて、こんなにドキドキしたことねえはずなのに。バカ、うなわけない。気の迷いだ。
水原はレンタル彼女だぞ。マミちゃんに振られて寂しくて借りただけの、そんだけの関係、そんだけの。やっぱり俺本気で水原のこと？ばあちゃん。こんにちは。よく来たな。あれ親父たちは？あ、駐車場に荷物を運びに行ったところじゃ。カズヤ、これも持ってってくれるか？分かった。ちょっと行ってくるよ。退院おめでとうございます。ああ、すまんの、わざわざ来てくれて。いいえ、でもこれからはいつでも千鶴姫に会える、嬉しい限りじゃ。ああ、今日はうちのじいさんの命日での。え、いつもは少し寂しさ残る日じゃったが、こうして退院もできたし、今年は千鶴さんにも会えた。おかげで素敵な日に変わった。おばあさんはどうしますか？私がもし嘘をついていたら、おばあさんが思うような人間じゃなかったとしたら、嘘のない人間などおらん。え？わしは千鶴さんが宇宙人でも千鶴さんが好きじゃ。姉さん、あの人来たぞ。後で行くって言っといて。はあ、またかよ。親父怒るぞ。まさか姉さん、大学で男できたとかじゃねえだろうな。うるさい、死ね。こわ、死ねバカ。もう恋なんてしないって決めてるんだから。レンタルされてあげるって言ったけど、この関係をなあなあにする気はないの。他のお客さんの手前もあるから料金をもらわないわけにはいかないし、彼女の時はいつも通りやらせてもらう。分かった。でもどうして？レンカノの活動の主体はお客さんのケアだし、成長したいってお客さんも多いの。でも騙してる以上、なるべく早くおばあさんたちが極力悲しまない形でお別れをするの。これが私たちの至上命題よ。ああ、それにはそう、あなたが本物の彼女を作るとかがベストね。え？頑張ってよね。あなたの言う成長にかかってるんだから。俺、ばあちゃんにちゃんと彼女紹介できる日なんて来んのかな。まあ、そんなにはいかないでしょうね。でも前向きに。じゃないと出会いが逃げてくから。安心して。私が彼女でいる間は放っておいたりしないから。水原。あれ？和也？え、千鶴さんも？あ、あの、俺たちもう少し付き合ってみることにしました。おお、あ、そうか。あ、二人とも考え直したんだな。
まあな、君には後で言っとくよ。いや安心したよ、お前が千鶴さんみたいな人手放さずねえもんな。いや実はさ、俺も彼女できたんだ。え、そうなの？そうだ、今度ダブルデートしようぜ。え、来週の土曜。お、来週の土曜にしよう。ちょっとじゃあ決まりな、楽しみだな。まあ別にいいけど。ボルダリング？あ、そう、壁登るやつ、別名フリークライミング。だから運動着持ってこいって言ったのか。この前来たらハマっちまってさ、日頃の運動不足解消ってことで。まあいいけど。この辺なんだけどな。あ、来た来た、こっちこちら、サラシナルカちゃん。はじめまして。はじめまして。あ、ちょ、変態君、この前ぶつかった。え、そうなの？あ、ええ。なんだ、雰囲気違う。っていうか、水原に負けず劣らずの美少女。何？別に。あ、ほらほら、行くぞ。こっちこっち。早く早く。すごいでしょ。わあ、すごいですね。結構頭なんだよね。じゃあ俺、お手本見せっから。で、ゴールを両手で掴んで、ま、こんな感じ。あー、すごい。あいつ完全にいい格好するために連れてきてんじゃん。じゃあみんなやってみて。こうですか？そうそう、いいね、千鶴さんセンスあるわ。嬉しい。カズヤ、相変わらず運動神経悪いな。仲間いた。大丈夫かい、ルカちゃん。うん、ありがとう。どうやって付き合ったの？え、だってお前そんなイケメンじゃねえし、ましてやあんなレベルの子、高嶺の花だ。どうやってアプローチするのかなって。何お前浮気すんの？そんなんじゃねえし。やっぱ男らしさ。ルカも俺の男らしいところにベタボレしてるみてえだし、やっぱ女はそういうとこに惹かれるみてえだわ。男らしさか、俺とは真逆な言葉だな。私結構体動かすの好きでさ、ルカちゃんは？ルカちゃん？あなたレンタル彼女ですよね？うん。